りジャズってことかな。音に緊張感があるでしょ。あれがやっぱりいいんですよね。音を大切にする人、音楽を愛する人なら富士フイルム FX カセット。ロックは耳だけで聞くのではない、体全体で聞くのである。これがいい。We love, we sound, we love, we sound. 音を大切にする人、音楽を愛する人なら富士フイルム FX カセット。FM Festival Rock On Live in Special。 黒く静かな海、さざ波の音さえ隠していた海は夜明けの光を浴びて叫んだ。押しとどめることのできない心の叫びは優しく刻まれた拍手となり、心をつなぐメロディーに変わる。 Rock On Live in Special BBC in Concert。 こんばんは、水野美希です。今日から5日間にわたりイギリス BBC によって記録されたライブステージの模様を皆さんにお届けします。世界を代表するロックミュージシャンの素晴らしいステージをたっぷりとお楽しみください。 Introducing the special lineup on Monday, Jeff Beck Group. On Tuesday, Elton John. On Wednesday, Johnny Mitchell with James Taylor. On Thursday, Deep Purple. On Friday, Pink Floyd. 毎週11時からのこの時間は富士フイルムミュージックスコープ、小室仁志の音楽屋はあいつをお届けしていますが、今日から金曜まで FM フェスティバル特別番組 Rock on Live in Special をお送りします。この番組はくっきりすっきり富士カラー F2 でおなじみの富士フイルム、世界のステレオパイオニア、愛される車を目指すトヨタ自動車の各社の提供でお送りします。 Rock on!Live in special。 人は乞食坊主と言った。その名は円空。一丁の名で木彫りの仏を作り続け、今円空作と認められるのは2004体。木の肌を貫く直線の切れ目、簡潔明快の芸術、このカリーナみたいに力強さに満ちている。今カリーナは島半島に向かって走る。海を見ながらひっそりと立つ木彫りの仏を求めて、直線足のいいやつカリーナ。このクラスでこの実力、コンパクトなボディに大きなパワーを込めました。パイオニアステレオプリメインアンプ SA6700 ピュアコンプリメンタリーのハイブリッドパワー IC の採用で高帯域にわたって大出力を確保します。そう、 20Hz から 20kHz に至るまで歪み率 0.3% 以下で 35W プラス 35W とハイパワー設計です。さらにイコライザー部は最大許容入力 200mV、 リア偏差プラスマイナス 0.3dB の高精度、あくまで音質重視の設計です。メインボリュームはデシベル表示の本格的アッテネーター式、隅々まで気を配った実力派です。パイオニアならではのステレオプリメインアンプ SA6700、 35,800円でお届けします。音を開くパイオニア。 Rock on Live in Special。さて1日目の今日はジェフ・ベックグループの登場です。
天才ギタリスト、驚異の男など、ジェフ・ベックはロックギタリストとして最高の評価を受けていることはもうすでに皆さんよくご存知でしょう。そんなジェフ・ベックが自分のテクニックに溺れることなく、明確なサウンド作りを常に追い続けていることが、このステージを聴いていただくことによってさらに浮き彫りにされるはずです。 Presenting Bob Tinch on vocal and guitar, Clive Chanman on bass, Max Middleton on keyboard, Cozy Powell on drums, and on guitar, none other than Jeff Beck himself. 1972年3月、 BBC パリスタジオのステージの模様です。まずはグループアルバムよりアイスクリームケーキ、そして Going Down。 Yes, here you are, Jeff Beck, live and in person. Thank you.
Middleton on the piano, Max Middleton. したくなるカメラ、ポケットフジカ新発売。今日の私は小鳥、可愛い花をかざして青い空へ風に乗り、心がいつもより軽いのはあなたと思い出映すから、くっきりすっきり富士から。
Rock on! Live in special!1日目の今日はジェフベックグループのステージをお送りしていますが、いかがでしょうか。さて今日お送りしている1972年のステージ、ジェフベックヒストリーの中から簡単に位置づけしてみますと、まず第1期エリック・クラプトンの後任として天才の出現をロックファンに印象づけたヤードバーズ時代、続いて第2期ロッド・スチュワートを引き入れてジェフベックグループを結成、ジェフ・ベック、ロッド・スチュワート、ロン・ウッド、ミック・ウォーラーのロックカルテットとして活躍。第3期、1971年10月29日、そして金曜日の午後8時。ジェフ・ベックはロングビーチのステージに無名の4人のミュージシャンを連れて出現。誰もがベック・イズ・ベックと叫び、第2のジェフ・ベックグループが動き始めました。そう。今日お送りしているステージはこの第2期ジェフベックグループ時代のものです。そしてご存知のようにベック・ボガード&エピスの時代へと足を踏み入れたジェフベックは最新アルバムギター殺人者の凱旋で彼自身の世界をさらに明確に描き出しました。 If there were any such things as fingers for guitar created by Lord And if you want to feel the touch of those divine fingers Just watch our man Jeff Beckさあジェフベックのステージを続けましょう。グループアルバムより Definitely Maybe そして New Ways。
FM プラステレビサウンド、エアーチェックに楽しみが増えた。パイオニアステレオチューナー TX6700、 FM AM に加えて VHF UHF のテレビサウンドをキャッチ。音質は FM 並み、超低域から高域まで伸びのあるトーンで再生します。 FM のマルチプレックス部は PLL 回路をドッキング。FM ステレオ放送が安定したセパレーションで楽しめます。シンフォニーからロックまで音の分離度は抜群です。さらにチューニングフィーリングは大型フライホイールの採用によりスムーズで滑らか。音質から特性、操作性と全てに群を抜いたパイオニアステレオチューナー
TX6700 39,800円で新発売。音を開くパイオニア。 Rock on! Live in Special! 1日目の今日はジェフベックグループのステージをお届けしています。さてこのステージは BBC 自慢のパリススタジオでの模様ですが、スタジオ内にはフランス式の装飾が施されていて、壁には素晴らしい絵が飾られている、まあ、そんな普通のスタジオとはちょっと違った雰囲気の中で行われているようです。1972年の3月、グループアルバムがちょうどイギリスでリリースされた頃、アメリカではすでにトップ20に入っており、新生ベックが最高に乗ってる時の模様です。 And now to the super guitarist. He's the man who's fought and struggled for the ultimate goal and sound. And he's the soul who keep on wondering and searching for the territory unknown. Only the chosen can get a little closer. さあそれではステージを続けましょう。ビル・ウィダースのヒットナンバーとして知られています Ain't No Sunshine、 そしてロッド・スチュワートがいた頃のヒットナンバー Let Me Love YouBaby, baby, baby, yeah, baby, baby.
Out of mind, but I would like you to sing along with this thing. All you got to do is to sing Let Me Love You Baby after Bobby sings it. Just follow whatever Bob sings, and we should have a bloody great dessert. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Baby.